サザナミは海上自衛隊の護衛艦、高波型護衛艦の四番艦、艦名はサザナミに由来し、この名を受け継ぐ日本の艦艇としては、大日本帝国海軍の駆逐艦、雷型駆逐艦、サザナミ、吹雪型駆逐艦、サザナミに続き三代目。出雲と訓練中のサザナミ、出雲と訓練中のサザナミ後方から、サザナミは、 中期防衛力整備計画に基づく平成12年度計画4600トン型護衛艦2242号艦として、三菱重工業長崎造船所で2002年4月3日に寄港され、2003年8月29日に浸水、2005年2月16日に収益し、第4護衛隊軍第8護衛隊に編入され、呉に配備された。2006年6月27日、 テロ対策特別措置法に基づき、補給艦、マシュ臭ともに、インド洋に派遣、同年11月まで任務に従事し、12月21日に帰国した。2008年6月24日から6月28日まで、日中防衛交流の一環として、中国、福祉港に訪問した。これは、戦後初の日本艦艇の訪中となる。 同年5月の日中首脳会談での合意によるもので、中国側からも2007年11月に中国海軍の新船が東京港晴海ふ頭に訪問していた。2008年、艦隊平洋合同演習に参加した。2009年3月14日、ソマリア沖の海賊対策のために護衛艦、サミダレと共に第1次、派遣海賊対処水上部隊を編成し、 クレオ出港、約3週間後から、護衛任務を開始する予定であったが、3月30日オマーンのサラーラ沖に到着した夕方から、護衛活動を開始した。4月4日、警護対象外のシンガポール船籍タンカー、オーシャンアンバーからの無線による、救援要請を受け、4隻の不審船に接近して、サーチライトの照射とエルラットにより、染まり語で、 日本の海上自衛隊艦艇と名乗ると不審船は離れていった。なお、海賊対策のための派遣に際し、12.7mm 機関銃を4機搭載、原則への防弾板増設も実施、関西ヘリも2機搭載している。派遣期間中、四4 1回の護衛活動を実施し、8月16日に帰国した。二千十一年三月十五日に、 第8次派遣海賊対象行動水上部隊として、護衛艦稲妻と共に、ソマリア沖、アデン湾に向かい、暮れ基地から出港、同年4月9日から7月15日までの間、28回の護衛を実施し、同年8月11日帰国した。2013年11月13日、第17次派遣海賊対象、行動水上部隊として、護衛艦。 サミダレと共に、ソマリア沖へ向けて出港した。17自隊は、第151合同任務部隊の活動に、初めて参加し、ゾーンディフェンス等の任務を行い、2014年5月17日に、帰国した。2014年3月12日、編成外により、第4護衛隊軍第4護衛隊に編入。2017年5月2日、クレを出港し、文後水道を抜け、 3日午前に、四国沖の太平洋上で安全保障関連法に、基づき、米艦防護を実施中の護衛艦、出雲と合流し、米海軍太平洋艦隊所属の、ルイスクラーク級貨物弾薬補給艦、リチャード・イーバードの防護に加わった。米艦防護は3日午後4時ごろ、鹿児島県の奄美大島沖で終了した。その後、出雲及び、 アメリカのミサイル駆逐艦2隻とともに、南シナ海で5月7日から10日にかけて、人形、通信などの日米共同訓練を実施。5月15日に、シンガポール共和国及び、同国周辺海空域で実施される、シンガポール海軍主催国際艦艦式及び、多国艦洋上訓練に参加し、同月20日には、医療活動などを通じて各国が交流を深める。 米軍主導のパシフィックパートナーシップの一環としてベトナムカムラン湾に寄港した。7月10日から17日までインド及びインド東方海域で実施された彦目印共同訓練に参加。同年9月11日から28日には日本列島を見なかた海域で空母ロナルド・レーマーにやイージス艦からなるアメリカ艦隊との共同訓練を実施。 2018年8月16日から10月10日まで、オーストラリア連邦、ダーウィン周辺海空域において実施される、欧州海軍主催多国間共同訓練に参加する。8月24日から31日までグアムから、ダーウィンに至る海空域において、欧州海軍フリゲート、メルボルン、カナダ海軍フリゲート、カルガリー、補給艦、アステリクス、 ニュージーランド海軍フリゲート、テマナと日豪華新共同巡航訓練を実施した。同年9月25日から同年9月27日まで、ソロモン諸島のホニアラ港に寄港し、神前行事などを実施した。表敬、慰霊被検下、遺骨引渡し式などが実施された。2019年7月28日、第34次派遣海賊対処行動水上部隊として、 ソマリア沖、アデン湾へ向けて出港し、同年12月まで任務に従事。その帰国途上には、オマーアン海軍、インド海軍、大海軍と、親善訓練等を実施し、2020年1月25日に、クレに帰港する。現在、第4護衛隊軍第4護衛隊に所属し、提携校は5である。ありがとうございます。